ブリキャスティングっていう意味では今回初めてなんですよ、ぶっちゃけ。で、今までブリを釣ったことはあります。ただそれはジギングとか、あとヒラマサキャスティングにおいての、まあ、ブリキャッチなんです。で、ブリを狙ったキャスティングっていうのは今回初めてなんで、ちょっとワクワク感、ドキドキ感っていうんですか、なんかちょっとこう未知の世界っていうか、すごい楽しみにはしてますね。やってるね。おお、激アツ。あ、出た出た。あ、え、嘘。来た。あ、いる、まだいる。あ、いるけど、うわ、めっちゃおる。やば。あ、来た。急に来たよ。まあ、やっぱりここ最近めっちゃブリが釣れてるっていう噂なので、やっぱり目標高くメーターオーバー。あ、出た出た出た、しゃ、あ、食ってない、あ、今、まあ、めっちゃ見えたよね。なんせ初めてなんで、ちょっとこう探りつつ自分のその釣りができたらいいなと思ってるんですけど、まあ事前にちょっといろいろ聞いてきた秘策もあるので、そのブリと戦うにあたってやっぱりこうね、失敗した時とかトラブルがあった時に自分に言い訳したくないんで、やっぱり自分にも魚にも言い訳しないように、新品の糸を巻いて信頼できるタックル、そして信頼できるラインを使って挑みたいと思います。出るね。おお、激アツ。いいんじゃない？お、鳥が動き出した。なんか待ってたら出てきそうな予感。ねえ、向かい風か。ないな。左？ああ、本当だ。ちょっと奥ですね。ああ、そっか。こっちに回ってきてくれたらいいけど。
当だ、やってる。ちょっとちっちゃいかな、さっきのより。風、こんな湾内でね、大きいブリが釣れるなんてなかなかエキサイティングですよね。釣りたいな。いや結構ね、このポイントに着いた頃はすごくナブラもあってね、釣れそうな気配すごいしてたけど、なんか今沈んじゃったね。鳥もちょっとおとなしくなっちゃったし、もう一回浮いてきてくれるといいんだけど、ちょっとでも夕方にかけての試合ちょっと期待したいですね。ボラはすごく飛んでんねんけどな、ついこっちで鳥が多いな。ベイトが跳ねた。お、ベイトの中に入ってる感じ。しかし出ない。なんかすごいピチピチしてる。トラの子かな。なんか水面から出てるやつ全部同じ大きさなんですけど。ベイトですか。うん、ねえ、ほんとこれ、ちょうどこれぐらいの大きさ。まあ、派手なんでも見つけてくれたら、ねえ、山盛りとかでもだいぶ派手めのやつなんですけどねめっちゃそこら中でパチパチしてるんやけどな。うわ、すごいよ。ベイトだよね、これは。ただ、魚の姿は見えない。すごい、あのボラだか、この白だかわかんないですけど、ボラだ、ボラだ、ボラか。そのサイズのボラがすごく今、活性高いんだよね。それを食べてたりしないのかな、ないのかな。でもあれがすっごいいっぱいピチャピチャ浮いてるけども、その下にブリだかなんか大きいのがいたらいいんだけど、ちょっとね、顔を出してないから変わった動きを取り入れてみよう。じゃないな、大阪湾結構最近では週に 1,2 回は来てますね。この時期はやっぱタチウオと会うものが多いですね。タチウオなんか毎週来てるな。あと今アオリも釣れてますよ。大阪湾のイメージ、やっぱり一番にぎわってるのはタチウオの時期ですね。やっぱジギングにしてもテンヤにしても一番多分釣り人口が多いんじゃないかな。もう大阪湾とか明石とかで釣りする人は近い場所で青物も釣れるし、青物って言っても結構ね、ハマチからブリ、それからサワラも結構狙えるんで、トップで狙ったりジギングで狙ったり、いろんな狙い方で釣れるんで、みんな楽しんでやってますね。
いやちょっとね今日はまあ出た時間も遅かったんですけど、ブリはね朝一がいいって船長言ってはったんで、まあまた明日もう一日あるんで明日にちょっと朝一にかけてみようと思います。今日はちょっと残念でしたけどお疲れ様でした。おはようございます。朝出てくれるといいんですけどね、やっぱブリトップは朝が勝負みたいなんで、ちょっと昨日は激甚だったんでね今日に行きたいです。朝出てくれますように。今はメガドックです。メガバス、メガドック。テトラに向かって、奥にいる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。今飛びましたね。いた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 。思いっきり捕食してた。希望が見えてきた。もうちょっとだけ近づけてもらっていいですか。お平まさ釣る時でも結構 PR が多いんですけど、あの FG やと力がなさすぎて閉まらないんですよ、ちゃんと。だから PR でやったら今まで抜けたことがないんで、ちょっとジギングをするときよりはシステムを短くするんですけど、 PR の方が私は信頼できる。リーダーの太さによって変えるかな、ノットの種類は。 FG の時もあれば PR の時も、 太ければ太いほど PR にします。ここかよな、無理やな、気づいて、もうちょっと近くに来てほしい。近くにはいる、気づいて。
なんか出た、何かが出たよ。ちっちゃかったけどなんか出たよね。え、あれアーモンですか？あれブリブリ。ブリ？マジで？え、出たの今の、今の感じめっちゃ茶番やん。もっと派手に出てよ。結構でも手前やったね。カムバック。もう一回出てくれるといいな。あっち行った。お、どんどん向こうに行ってる。こっちに来いよ。おお、出た白。隣で、あ、こっち気づいて。今隣で出たよね。おー、こっち寄ってきた。結構やってるね。おお。すごいね、あっちでもこっちでも。すごかった、そこもすごかったけど。おお、逃げてる逃げてる。激アツチャンスやん今。追われてたね。おお、わあすごい。届か、うわ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 。あ、出た。
でも めっちゃおったよ。20匹ぐらいおった。バレた、悔しい。やば、左に行ったね。あそこでやってる。戻ってくるかな。今ね、本当に何もない水面からルアーが一瞬なくなったんですよ。それと同時に大きい波紋が結構広がって、その瞬間に食っていきましたね。で、持って下に潜られたんですけど、ちょっと針のかかりどころがちょっと悪かったですね。口にはかかってない感じがしました。で、まあ、ちょっとファイトしたんですけど、やっぱり外れちゃいましたね。それでなんで、ちゃんとこの口にフッキングさせたいですね。結構、まあ魚、まあかかった時に見えてた魚がハマチからメジロサイズぐらいだったんで、結構2、30匹ぐらいいましたね。結構群れでいますね。また回遊してきてくれたらいいんですけど。もう何もない水面からの、何でしょう、その波紋はだいぶアドレナリンが出る。近くに魚はいますね。しかもかなり多く、いかに魚に気づいてもらうかが重要やな。一匹でも気づいてくれたら群れでアタックしてくれると思うねんけど。急に急に来たよ来た来た来た、よし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 、いいよいいよ、ハマチだここに移動してきて1投目よしよしよし、しょ、ありがとうございます。やったやった急に来たね。おお、あ、結構いいサイズ。ね。びっくり。びっくりした。おお、いい音したね今ね。やったー。来ましたね。移動してきて一投目。目の前でバッと出てくれました。めっちゃ嬉しい。いやーでもね。ちょっとサイズはね、目標のサイズではないですけども、これ結構いいサイズなんで、メジロと言っていいんじゃないでしょうか。はい、次なるステップアップ、100センチのブリまで、もうちょい、まだいけるかな。でもやっぱりトップで出てくれると迫力あっていいですね。一瞬息ができなくなるもんね。悔しい。
もう一回戻ってきていけるかな。ちょっとでも針に触れたもんね。厳しいかな。わあ、出てくれたのに。今回2日間ロケ日があって、まあ、1日目がね思うようにいかず、まあ、バイトもない状態だったんですけども、2日目、まあ、船長が朝一チャンスだよということでかなりドキドキしながら挑んで、まあ、結構結果魚気があって、でバイト数もあったんで、まあ、かなりこれは期待できるんじゃないかと思ったんですけど、1匹、まあ、メジロが釣れてくれたんですが、私の中ではやっぱりレコード記録作りたかったんで、まあ一歩届かずというところですかね。まあブリキャスティングは今回初めてということで、まあそんな簡単には釣らせてくれないとは思います。でもやっぱり撮りたかったですね。やっぱり3発出てくれて、2発ちょっと乗せられなかったんで、あれがもしかしたらブリだったらって思うとちょっと悔しいですね。なんでやっぱり今回ちょっとキャスティング、もう今日出たら6時間ぐらいかな、投げ続けて、まあ自分のそのルアーの動かし方とかタックル選びとかっていうのはやっぱり大事だなって思うし、まあ、ライントラブルとかも少しでも1回でも、減らすことを考えて次につながるいい釣果だったと思います。なんで、まあ、次は必ず取りたいですね、レコード記録。